どうもこんにちは、えー、今日なんですけど、レンズのフィルターでですね、えー、ブラックミストフィルターというのがあるんですけれども、これ、モトクロスに使ったら、えー、いいんじゃないと、どうだろうということでですね、えー、この使ってみた、えー、のが果たして効果があったのかなかったのかというですね、えー、お話を、えー、していきたいと思います。 はい、えー、ということで、カメラをある程度の期間使った方ならですね、まあ写真動画含めてですね、ある程度経験した方なら絶対こう、もう知るであろうブラックミストフィルター,、えー、絶対使いたくなるであろうブラックミストフィルターですよ。これね、えー、何かっていうと、あれなんですよ、このパッケージの通り、この夜の街灯とかイルミネーションですね、そういったところでですね、写真を撮ると、その照明の周りがふわっとした感じに、 なってですね、えー、シネマ、まあ、まさにこの書いてる通りですよ映画のワンシーンのように、えー、シネマ感が出るというようなものなんですけど、まあ、もちろんこれ夜だけじゃなくても日中とかでもですね逆光を、えー、背景にですね、えー、人物を撮ったりポートレートですね、えー、撮ったりするとすごい柔らかな、えー、ポートレート写真になるというようなものなんですけど。 まあ使い方によっては、えー、そういったいろんな取り方が、えー、できるというようなことなんですけどこれねモトクロスで使ってみようかなって思って使いたくなって買っちゃったんですよねまあこれ実際安いんですよねこの健康さんのやつはあのステマじゃないですよステマじゃないです、えー、ステマじゃないんですけどあの健康のやつはもうアマゾンで僕いつも買ってるんですけどコスパめちゃくちゃいいんですよね で今、この撮ってるレンズが F1.8 の 55mm なんですけど、それ 49mm なんですよね、フィルター系、一番小さいの。一番小さい 49mm で、これ2000円ちょっとなんですよね。もう、ポチッと買っちゃいますよね、2000円ぐらいならね。ので、それをね、ちょっと買って、早速、モトクロスで、えー、使ってみましょうかということでですね、僕ね、全日本モトクロス選手権で使ってみたんですよ。で、ちょっとね、その結果はあ後回しにしておいて、まあ、 あの無難にちょっとこういった、えー、条件でですね写真を撮ったらどうなるかっていうのをです、ね、ちょっとお出かけついでにですね、えー、と撮ってみたんですよ、写真を。したら、ですねまあちょっと夏に撮ってきたものなんですけど、えー、ビアガーデンとかですね、えー、そういったのがやってまして、ですね、えー、それをちょっと、あの作例を撮りに行くために行ったんじゃなくて、ですねそういった知人とちょっと、えー、そういったのがあって、ですね、えー、ついでにカメラを持ってって、スナップ写,写真を撮ってきたと。 いうようよよなな感じなんですよです実際見ていくとですね、えー、この写真とかやっぱりすごいですよねこのやっぱり夜の街灯とかの照明がふわっと白く広がるんですよだからこれがねこのフィルターつけないとこれがなんないんですよねほとんどねこれがシネマ感が出て素晴らしいなと思ってあの写真撮ってるのが楽より楽しく なりますねこのフィルター1枚つけるだけで,であとこれですよ、うん、なんか花の写真なんですけど花、まあ、も、まあ、ふわっとした感じ雰囲気になってその裏背景にある街灯もですね、えー、ふわっと白く広がってるので非常に柔らかな感じになってますよねなんか見るだけで心が和む,和むような写真になってるんじゃないかなという、えー、そんな感じがするんですけど どううでしょうかねあのブラックミストフィルターまあこれはえっ、ー、と05番っていうですね、えー、ナンバー1の半分の効果ですね、えー、これナンバー1だともっと多分ふわっとした感じが、えー、強まるんじゃないかなと思うんですけどまあ、バランスがいいのが05番なのかなということで05番を買ったんですけどどうですか素晴らしいですよねもうすご,すごいとしか言いようがないんですけどまあこれを編集でやるとなると多分 僕には無理だだなとというう感じだと思うんですけどね。実際、フォトショップとかで、まあ、加工して何かできるんでしょうけどね。であと、これですよね。この青い照明。これがあと水に反射してるっていうのもあってで。そしてブラックミストフィルターのこの照明のぼやっとした感じ。これが合わさって、まあ、構図はいいか別としてですね。えー、スナップショットなんで。これは綺麗だなという写真になってますね。 はいその他、パラパラちょっと流していきますが、まあ、面白かったですよね。こうやってフィルター1枚つけるだけで写真の楽しさが変わるっていうのがですね、えー、カメラの面白いところだなというところですね。であと、この暗い中でのこういった照明があるところといえばですね、最近動画に出してるんですけど、これ、ライブ撮影でも使ったらどうなのかというのをやってみたんですよ。でここののね今手に持ってるこの70 7ミ m、mm、m なんですよ。7 7ミリがですね、今このえー、と7200のレンズにつくんですよね、ちょうどねで。これでちょっとライブ撮影行ってきたんですけど、でライブ撮影どうだったかっていうと、あんまりちょっと使わない方がいいかなっていうふうに思いました、僕は。というのも撮ってたら、えー、とスポットライトがですね、あんまりにも多いとですね、そのぼやっと広がりが <laughs>、 ぼやっとしてるところが多すぎて、あの被写体も薄まっちゃうんですよね。あのなんか隠れて隠れてしまうんじゃないかぐらいの感じになっちゃうので、でた。またま運良く撮れたのが。まあ、これですね。これはいいかなと思うんですよ。はい、この縦長の照明ですね。あんまりこう強すぎない。スポットライトみたいく、バッと強く照らさない。照明。 とと広がっったた感じでちょうど良かったかなと思いますねでこれにスポットライトが入った写真とかちょっとねあのぼ,ぼわっとしすぎてて、えー、全然ダメでしたんであんまりライブ撮影では使わない方がいいかなという感じですねでこの縦長の照明実際に、えー、この後フィルター外したんですよちょっとダメだなっていうことで外して、えー、撮った写真がこれですこの縦長の照明見てみたら分かると思うんですけどさっきの写真と比較して このぼやっと感がないでですよねでこのぼやっと感がないこ,これがこのブラックミストフィルターの効果ということであのパッと見でえ比較できるかなと思いますんで唯一今このしゃべる動画で比較できる写真だと思いますんで、えー、これがブラックミストフィルターですよという感じですねはいということで肝心のモトクロス でどううだったかということいこでですね、まあ、全日本モトクロス選手権で僕はマウンテンライダーズっていうチームのですね動画を撮って、まあ、そのマウンテンライダーズの YouTube の公式チャンネルに動画がこう十数本上がってるんですけれども実はですねその中でちょこっとこのフィルターを使ったシーンをですね、えー、採用した部分があるんですよ。はいでこれは今流しとくんですけど流しとくんですけど、えー、このシーンですね これ使ってるんですよどうですかね <laughs> どうですかね分かんないなという感じですよねまあ残念ながらというかまあ、まあの、まあ、しょうがないですよね逆光なわけでもないしまあなんか炎天下のただの明るいところで使ったっていうような感じなのでまあなかなか難しかったなという感じですね。 でその他、ちょっと、ねえー、とこれ、非公開の、えー、素材のデータなんですけれども、えー、もう、これも流してみますか、これも、はい、これもブラックミストフィルターがついてるんです、ついて撮ってるんです、これ、あの池田選手、IA2 クラスっていう、えー、クラスのですね、池田選手が初優勝したときですよ、このシーン。 ななんとなくね、ふわっとした感じもあるのかなと思うんですけどちょっと分かんないです。これはついてるって言われなきゃ分かんないですよね。自分でも分かんないですよねなんかあ。この映像つけたんだっけなって思うぐらいの感じなんですよ。もう全然気づかないんですよね。で、これもそうですね。はい、これも阿部、えー、哲晶選手、チャイルドクラス、えー、優勝したときのです、ねえー、コメント。 ですね、えー、これがインタビューですね、受けてるんですけど、これもブラックミストフィルターついてるんですけど、えーっと、全く分かんないっていう感じになっちゃってるんですよね、だめですね、えー。で、あと、これもそうですね、はいこれも同じく、えー、先ほどの池田選手が、えー、パドックのテントの中にいるで、バイクの準備してる時ですね、えー、これもついてるんですけど、分かんないと。 結論を言うとですね、もうモトクロスにはまあ必要ないかなっていう感じですね。うん。で、えー、ここで唯一、えー、ワンカットだけ、えー、ブラックミストフィルターの効果がわかる、えー、素材があったんですよ。はい、これですね。で、バイクのシートを洗、水洗いして泥ついたんで、で、乾かしてる、干してるところですよね。これちょっと、この、 えーとまあ暗い黒いテントの中にし黒いシートぶら下げてで背景がもう真っ空ですよね空の明るい部分があるのでその明るい白がですね、えー、シート側にぼやっと膨らんできてるっていうのがこれブラックミストフィルターの、えー、効果が若干見られるかなという感じですね、まあ、これは多分なんとなくああ言われればそうだなっていう感じだと思うんですよねまあちょっとこのシーンはですねえーと 採用すすることはなかったんですけれどもちょっとねあまり映えるインサートカットにはならなかったのでやめましたということで唯一ちょっとブラックミストフィルターのですね効果が分かったのはこのワンシーンだけでしたよということでしたね残念ながらモトクロスでは役に立ちませんでしたよという感じでしたねまあただもちろん撮り方によっては逆光をうまく使ったりとかすればもっとこれが有効になったのかなとは 思うんでですけどねブラックミストフィルターの効果はなかったんですけど、まあ、シネマ感といえばですね、まあ、編集でも出せるわけなんですよね。であのこのマウンテンライダーズのです、ねえーっとまあ、走行、ハイライト動画、ですね、えー、十数本出してるんですけど、実はというか、ですねこのうちの2本ぐらいが編集で、えー、シネマ感を出してるんですよ。でちょっとこれ、後で探して、概要欄 えー、に貼っておくんですけどあのなんとなくコントラストを弱めてですね落として、えー、画面全体をぼやっと白くして、えー、映画の感じを出してるんですよねそういった映像をですね、えー、まあ,あの雰囲気を変えながら僕はこう出してってるんですよねだから毎回同じ雰囲気毎回、えーとまあ、同じような曲調とかだと、えー、視聴者さんも飽きちゃうんですよね でそれで最初の動画は見られたけど2回目の動画は同じ雰囲気だと再生回数落ちちゃったりとかっていうのがあるんですけど、まあ、そうやってちょっとできるだけ、えー、雰囲気変えてですね、えー、時には映画館映画のような感じを出したり時にはちょっとポップな感じを出したりとかっていう風に。 えー、BGM も選定してですね、えー、やったつもりではあるんですけど、一応そんな感じでですね、えー、といろんな雰囲気でですね、えー、こういったモトクロスのハイライト動画、えー、マウンテンライダーズの、えー、YouTube チャンネルに上がってますんで、えー、と見て、一通りですね、えー、見ていただければいいなと思います。はい、ということでですね、えっ、ー、と、まあ、ブラックミストフィルターのですね、作例を今日お見せしたんですけど、 ちょっとねモトクロスダメ,ダメだったなっていうのが正直ショックなところでした <laughs> まあ素直にねやっぱりこういう夜夜のスナップショットですよね、えー、そういったところに、えー、今後使っていきたいなというふうに、まあ、あ,のあんまりね夜出かけてブラブラスナップショット撮るっていう機会はないんですけど、まあ、できるだけせっかく買ったんで、えー、使うようにしたいなとは思いますんで、えー、また 面白いネタあったら、えー、話したいと思いますんでまたよろしくお願いします。